中山晋也は、群馬県太田市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。気流南高校時代は公式戦未勝利で、無名だったが、首都大学野球連盟所属の女西大学に、進学後頭角を表す。大学最後の明治神宮大会の総大との、試合では、後に、プロ入りする、青木のリッチか、竹内真一、田中博康、ヒカトシミ田慎太郎らを、 延長10回まで翻弄し、鳥谷隆の本類打で赤敗するも14、脱三振。スカウトたちをうならせた。首都大学リーグ戦、通算4勝2敗。4年春ベストナイン受賞。大学時代にも、指名の話があったが、結局流れ、JR 東海に入社。都市対抗野球では1年目に先発。翌年は、補強選手ながら、当番なし。その後、 2005年の大学、社会人、ドラフト5巡目でオリックスバファローズに指名され、入団。開幕1軍入りは逃したものの、4月に中継ぎとして、1軍昇格。4試合登板するが結果が出ずに2軍に降格。2軍では、先発投手として、ウエスタンリーグ2位の6勝、防御率1.70の好成績を残した。シーズン終盤の8月に再び軍に昇格し、 初先発の8月12日のソフトバンク戦で6回を1失点の後投。勝利投手にはなれなかったものの以降先発を任される。その後、後投するもののなかなか勝利に恵まれなかったが、9月16日の西武戦でようやくプロ初勝利。7試合に先発して2勝を挙げた。貴重な先発が多ワンとして、シーズンの先発ローテーションの一人として期待された。しかし、 開幕1軍から外れ、交流戦で1軍昇格するも、当番機会がなく2軍に降格し、結局は終盤までほぼ2軍生活となった。2軍では、防御率2.76で、チームメイトの近藤和樹に次ぐウエスタンリーグ2位の6勝を記録。9月に1軍に昇格し、2試合に先発して1勝を挙げた。シーズン終了後は、ウィンターリーグに派遣され、9試合当番で、 防御率3.12、リーグ最多6勝。本場メジャーのスカウトからも注目され、オファーを受けるほどの活躍であった。12月22日には、JR 東海時代から交際していた女性と結婚した。中山の東急フォーム平野和や、トム・デイビーなど、先発陣に怪我人が続出したチーム状況もあり、3月22日の開幕2戦目、西部戦に先発した。 しかし、この試合で打ち込まれて、敗戦投手になると、続く3月28日のロッテ戦でも3回途中、に被弾を失点こされ、早くも2軍落ち。その後も谷間の先発として、たびたび1軍での登板機会を得たが、課題の請求難から崩れることが多く、わずか2勝に終わった。チームは好調だったが、4度も2軍降格を経験する、不本意なシーズンとなった。 先発陣の怪我、不調が深刻であったため、特に前半で、当番機会が増えた。5月1日の楽天戦で先発、最初の2回こそ1安打に抑えるも、3回に捕まり、一挙8失点。しかし、その後も降板せず、5回を三者凡退に抑えた、以外は毎回安打を許し、15安打12失点と、打ち込まれながら最後まで投げ切った。その後、 二試合に先発するも結果を残せず5月16日に二軍落ちすると一度も一軍に上がれず結局シーズン未勝利に終わった。シーズン序盤に一度先発、7月にリリーフで4試合登板するもいずれも結果を残せずにいた。しかし8月28日の日本ハム戦で先発を務め初回の 1C12 類のピンチを切り抜けると7回まで 無失点に抑える高頭で、相手先発のダルビッシュ優に投げ勝ち、自身2年ぶりの勝利と、自身の本拠地初勝利を挙げた。また、この白星により、2007年から継続していたチームの、対、ダルビッシュの連敗を9で阻止した。次の当番となった9月3日のソフトバンク戦では、9回2失点でプロ初完投勝利を挙げた。さらに9月10日の楽天戦では、 自身が前年二重に失点関東の屈辱を味わったクリネックススタジアム宮城で8回途中1失点と高騰し因縁の地で雪辱を果たしたその後は白星が伸びなかったが自己最多の3勝を挙げ請求難から崩れずに試合を作る機会も増えたように成長の後を見せた前年度からの好調を維持し開幕から先発ローテーションの一角を任されるが 高等しながらも、打線の援護に恵まれず、防御率3点台ながら4連敗を喫死に軍落ち。最小覚後初登板となった5月22日の巨人戦では延長10回からリリーフ登板し、1イニングを無失点に抑え、プロ入り初セーブを挙げた。セーパ交流戦では2勝を挙げ、防御率0.73と安定した投球を見せた。また、 勝利した2試合とも敵地での登板のため打席機会があったが、いずれの試合も自身で安打を放って、得点に結びつけている。しかし、リーグ戦再開後は再び打線との噛み合わせが悪く、7月終了時点で、タイパーリーグ球団戦では、未勝利だったが、8月12日の西部戦でようやく3勝目を、上げると、以後は白星を重ね、9月7日の楽天戦では8回。 一島で楽天打線を無安打に抑える回答を見せるなどして、6連勝を挙げた。クライマックスシリーズ進出が差し掛かった場面では、監督の岡田昭信から金子千尋、寺原隼人に並ぶ先発3本柱とまで評価された。その後は、14日で2試合当番するも勝利に見放され、序盤から負け星が試合が先行したこともあって、 最終的には24度の先発で8勝9敗、基本塁打11と、リーグワーストの吉久69を記録したが、自己最多の8勝を挙げ、防御率2.94と脱三振119と、大きく飛躍したシーズンとなった。特に左打者に強く、左つはわずか、167だった。開幕第2戦で先発を任される。4月18日の対ソフトバンク戦で、 シーズン初勝利を挙げるも、試合を作っても5.6回に捕まるケースが目立ち、5月30日の対中日戦では5回の投球中に足が痙攣を起こして6回に同点にされて降板したことで監督の岡田の怒りを買い、翌日登録抹消となった。6月10日に復帰後はリリーフで3試合登板し、6月25日の対西部戦で先発するも2回途中3失点で、 公板して、以後は、完全に、リリーフとして登板するようになった。7月29日の対日本ハム戦で、マイカホフパワーに、翌30日の対西武戦で、秋山翔吾に2日、連続3点本塁打を打たれ、8月10日の対、ロッテ戦で、女子ホワイトセルに、満塁走者一層の逆転打を打たれるなど、一時期は、左打者にツー打を食らう場面もあったが、 翌11日の対ロッテ戦からは一転して17試合連続受責点、0と安定した投球を続ける。最終的に、本来期待されていた先発では10試合で1勝3敗、防御率4.33と終わったのに対し、リリーフでは43試合で4敗を喫するも14、ホールド、防御率1.48と安定した結果を見せた。この年は中継ぎとして、 開幕を迎えた。しかし4月11日のソフトバンク戦で、松田のブヒロにサヨナラ本塁打を打たれ、敗戦投手となると、その後2試合連続で、失点、23日の楽天戦では早くも3敗目を、喫して2軍降格となった。非活用したかの活躍やアレッサンドロマエストリの、中継ぎ転校などもあって、8月に最小格した後も、わずか5試合の登板に止まり、 対左打者の被打率が321となるなどほとんどの項目で前年を大きく下回る成績に終わった。開幕メンバー入りこそ逃したが4月中旬に一軍昇格すると主にロングリリーフとして起用された。5月29日の中日ドラゴンズ戦では打球当手に直撃し緊急降板した透明大器の後を受け、 急遽マウンドに上がり1回を無失点に抑えて2年ぶりの勝利を挙げた。この年は35試合で防御率2.34とシーズンを通して安定した投球を見せ、対左の左率も171と改善した。9月12日には自身と同じ群馬県出身のチームメイトと共に同県から群馬観光特使を移植されている。 2年ぶりに開幕を1軍で迎えたが、3月30日に出場選手登録を抹消。5月4日の大落点戦に先発投手として1軍復帰を果たしたが、5回途中4失点という内容で自身3年ぶりの1軍先発勝利を一した。結局、1軍での先発投板は、この1試合のみで1軍公式戦全体でも8試合の投板で未勝利。 10月26日には、球団から戦力外通告を受けた。なお、通告後には12球団合同トライアウトへの参加を表明していたが、実際には参加に至らなかった。2015年12月1日付で、フルスの JR 東海に、正社員として、再入社、同社の公式野球部にも復帰した。2016年の学生野球資格回復研修を、 受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けた、ことにより、学生野球選手への指導が可能となった。2018年12月に、JR 東海野球部を退部。ありがとうございます。